様の肉体はすでに死んでいるはず。何がこれほど。ラオウ、やはり貴様は何も分かっておらん。何？この歯を済ませるのは子供たちの心。お前に見えるか？この悲しき瞳に宿る力を。悲しみ。ノック、この目は剣士郎。貴様は俺の剣に剣士郎の姿を見た。その体に再び恐怖がよみがえったのだ。その体に恐怖が刻まれている限り、もはや二度と剣士郎には勝てん。悲しみを知らぬ者に勝利はないのだ。不動剣士郎さん、勝ったんだよ父様。そうか、これからはその手でこの子供たちを、そしてこの時代を抱き包んでくだされ。それがこの山の不動の本望。父さん！ユリア。こう思う不動の心、ユリアを思う剣士郎の心。俺を恐怖させたもの、それは愛か。ならば剣士郎に勝つ道は一つ。五者の星を失った天も悲しんでいる。ユリアよ。ラオウ。このラオウ、いまだに愛を知らぬゆえ悲しみが見えぬ。愛とは、悲しみとは、知るすべは一つ。お前の命をくれ。北斗錬気刀座、やはりここを。剣士郎、うぬの骨と北斗二千年の歴史を葬るに、ここより他に場所はない。ラオウ、お前が天を握ることはない。野望と共にこの地に眠るがいい。もう天などどうでもよい。いや、俺が望んだ天とは貴様だったのかもしれぬ。そうか、ラオウが目指していたのは
この世で最強の男であること、北斗を超え最強であることこそラオウの天だったんだ。ケンシロウよ、最強の北斗を誇る者の名はラオウ。このラオウより真の強者の歴史は始まるのだ。ケンシロウを知りと砕けよ。北斗究極奥義、無双転生の前には死あるのみ。ラオウ、貴様、無双転生を。この俺もこの心を血に染めて悲しみを背負うことができたわ。何？ユリア！許せユリア、我がうちに悲しみとなって生きよ。生まれて初めて女を手にかけたわ。ラオウ、貴様ユリアを。ユリアの命がこの俺に無双転生を吹き込んでくれたわ。来い、ケンシロウ。名もいらぬ、光もいらぬ、このラオウが望むものは剣の勝利。ならば俺もこの剣で応えよう。神に感謝せねばなるまい。我が前にこれほどの男を送り出してくれたこと。時は同じく目指した偉大なる長剣をこの心に消えずに焼き付いている。よかろう、ならば砕いてみせよ。この剣に我が生涯のすべてを込めて。